歌ってみましょうね。でとにかくこの言葉ですよね、すごく簡単で分かりやすいんだけども、すごく気持ちにあふれてる言葉が多いからね、それを上手に扱ってあげたいかなっていうね。燃える瞳で私を見つめてなんていうのはね、用途の目は私だけど言ってっていうような気持ちでね、歌えるかどうかでしょうね。可愛いんですよこの歌、すごくね。でリズムはチャチャにしてありますから、まあ、サンバでやってもいいけども、これはチャチャでね、うん、チャチャでやります。可愛くなっちゃうね、すごくね。でワクワク、そんな感じでやってみましょう。入り方はもういつも言う通りね、入り口の入り方、ロングトーンもね、ポンとある時今いい響きしてますから、そのまま歌います。じゃあいきますね。構えないでね。いつか二人で互いの心人の気持ちですよ。夜ごとの夢は私だけど言ってほしい、そうそう、愛の一言、いつか二人の会える日が来た、この人の気持ちです。夜ごとの夢は私だけど、私だけど、あなたに言ってほしいんです。言ってほしい、愛の一言、いつか二人の会える日が来た、楽しい歌ですよこれはね、はい。